前回は日本サッカー界のレジェンド中村俊輔の解説だったぜ。ユースに昇格できなかったところから大きく成長していったのが印象的だったわ。今回は誰なのかしら。今日は2018年のワールドカップでは大活躍し、半端ないってで有名な大迫勇也選手だよ。大迫選手ね、前回のワールドカップでの活躍はかっこよかったわね。うん、でも今回のワールドカップでは残念ながら選ばれなかったんだよ。そういえば大迫ってなんで半端ないって言われているのかしら。半端ないってが有名になったのは高校の時だけど、調べてみると大迫は中学の頃から半端なかったんだぜ。今日は幼少期から紹介していくよ。この動画を見たらあなたも大迫マスターだね。それじゃあ今日もゆっくりしていってね。大迫が生まれたのは1990年、鹿児島県加世田市で生まれたんだ。自然に溢れたこの土地で大迫は伸び伸びと育っていたんだぜ。いつ頃からサッカーを始めたのかしら。ボールで遊び始めたのは3歳の頃だな。本格的に取り組むようになったのは小学校から慢性サッカースポーツ少年団に入ってからだぜ。有名なチームなのかしら。ここには2つ上の大迫の兄も在籍していたんだけど、総勢30名ほどの小規模なチームで県大会に出られるだけで大満足するようなチームだったんだ。あまり強くはなかったのね。そうだな。ただ当時の監督はとっても熱心に教えてくれたんだぜ。だから大迫もどんどんサッカーにのめり込んでいったんだ。いい指導者に巡り合うって素敵よね。大迫少年はチームの絶対的エースとなり、県トレ戦にも呼ばれるようになった。だけどチーム自体が強豪じゃないからあまり注目された選手ではなかったんだよ。弱いチームのエースって扱いだったのね。ただこの頃から大迫はサッカーを本気でやりたいと考え始めたんだ。中学校に進学するときにも、その年から体育コースができる鹿児島育英館中学校のセレクションを受けて進学したんだぜ。学校の新たな歴史の1ページを作りに行ったのね。実際大迫は鹿児島育英館を選んだ理由に、先輩がいないからすぐ試合に出られるというのを挙げているから間違いではないな。きちんと将来を見越した進路選択だったのね。中学校での活躍はどうだったの？いくらセレクションで集められていても1年生の集まりだったから、1年目は県大会1回戦負け、2年時もライバル視していた神村学園に大差をつけられて敗退したんだ。大迫がいても勝てなかったのね。ただそういう時でも相手に一矢報いるゴールを決めていたのは大迫だったんだぜ。大事なところで決めてくれる勝負強さはこの頃からだったのね。そして大迫たちは3年生になったんだ。顧問だった先生は大変厳しく大迫選手たちをビシバシと鍛え上げた。その成果が現れたのが3年時の県予選決勝、強豪の桜島中を3対2で下し、見事九州大会に進出。この活躍が関係者の目に留まり、ついにアンダー15日本代表候補にまで上り詰めたんだ。弱小チームのエースがいつの間にか日本代表に、なんだか漫画みたいなお話ね。この頃からは強くプロを意識しているからな。高校はどこに行ったのかしら。高校は鹿児島城西高校へ進学。大迫が入学直前の春休みに、当時の監督がとっても驚いたエピソードがあったんだぜ。何があったのかしら。春休みに合宿に行った鹿児島城西高校は関西の大学生と試合をしていたんだ。その中でせっかく来たんだからと試合に出してみると、大学生相手に自慢の足技で相手を翻弄し、わずか15分で1ゴール1アシストの大活躍を見せたんだ。へえ、これは将来が楽しみな子ね。監督も全く同じことを思ったらしいぜ。高校入学後は即スーパーサブとして A チームに帯同。試合の後半になると出場し、またたくまに2ゴールして帰ってくる。相手を驚かせる存在だったんだぜ。すごいわね。でもなんでそれだけ点を取れるのにフル出場じゃなかったのかしら。入学直後の大迫は線が細かったのもあって体力がなかったんだ。ただしばらくすると体もできて体力もついたとあって、チームのエースになっているよ。大迫みたいな選手がいると監督も楽しいでしょうね。順調に成長していた大迫だけど、高校2年生の時にアンダー17の選考に落ちたんだ。え？この時は何かあったのかしら。当時は柿谷陽一郎や斉藤学といったユースの選手が名前を連ねていたこともあって、大迫はその壁に阻まれてしまったんだよ。そうなのね。これほどの実力があっても代表になれないなんてレベルが高いわね。ただこの挫折が大迫を大きく成長させたんだ。これまでの点を取ってなんぼといった選手から、周りを上手に使える選手へと進化したんだよ。自分と向き合ってきちんと成長できたのね。そうだね。そして大迫は半端ないストライカーになったんだぜ。どれくらい半端なかったのかしら。高校3年生時の高校総体の決勝では鹿児島実業を相手に5ゴールと大爆発。埼玉総体では大会優秀選手に選ばれているぜ。5ゴールだなんて、圧倒的すぎて手がつけられなかったのね。秋の選手権予選でも5試合で11得点を挙げる活躍で、チームを優勝に導いたんだ。向かうところ敵なしといった感じね。だけどここからが、大迫伝説なんだぜ。そして迎えた全国高校サッカー選手権大会史上初の4試合連続に得点を記録。この時準々決勝で対戦したのが滝川第二だったんだ。あの有名なキャプテンが率いたチームね。そうだな。
この時鹿児島城西は大迫の2ゴールを含めた6得点で大勝。敗れた滝川第二のキャプテンがテレビの取材に対し、大迫半端ないって、あいつ半端ないってと涙ながらに大迫の凄さを訴えかけたことが、ネットで話題となり有名になったんだぜ。この映像って定期的に見たくなるのはウプ主だけなのかしら。あの映像からは滝川第二というチームの良さも伝わるからな。見ると笑顔になれると評判だぜ。選手権ではその後どうなったの？結局大迫はその後も得点を重ね大会通算10ゴール10アシストという、とんでもない記録を打ち立ててチームを準優勝に導いたんだ。お膳立てもゴールもできるスーパースターが誕生したのね。当時の監督は大迫に1試合に得点をノルマとしていたらしいぜ。全国の舞台で本当にやるとは監督も思っていなかったでしょうね。それでも本人は決勝で負けたことをとても悔しがっていて、自分は苦しい時に点を取れないフォワードだという発言を残しているんだぜ。自分の記録じゃなくてあくまでチームの勝利を優先していたのね。あまりに悔しすぎて試合後の集合写真では一人だけ準優勝のメダルを外していたんだぜ。なんだか大物になる素質を感じるエピソードね。高校卒業後はどこのチームに行ったのかしら。有名になった大迫は6クラブが競合したが、鹿島アントラーズへ入団。2009年の開幕戦から途中交代で公式戦デビューを果たしたぜ。高校を卒業してすぐに試合に出られるなんてすごいわね。2年目からはレギュラーに定着、持ち前のテクニックを活かしてゴールを量産したぜ。すっかりチームの顔になったのね。2013年には J リーグベスト11を受賞。そしてこの次の年からはヨーロッパリーグへの挑戦を決めたんだ。なんだか日本選手ってすぐにヨーロッパに行くわね。やっぱり憧れはあるんだろうな。実はウプ主の親族にも。ん？とこれはまだ先の話だったぜ。話を大迫に戻そう。大迫選手はどこに移籍したのかしら。2014年の1月にドイツ2部リーグの TSV 1860ミュンヘンに移籍。5ヶ月後には1部リーグへ復帰したばかりの FC ケルンと契約。移籍後2試合目には早速、初得点を挙げて存在感を示すと、見事レギュラーを奪取したんだぜ。ドイツの1部リーグですぐにレギュラーなんてすごいね。ただ順風満帆とはいかなかったんだ。次のシーズンでは25試合で1得点と不本意な結果に終わり、挙句の果てにはドイツ紙に大迫はホームシックに苦しんでいるという、本人もびっくりの記事が掲載されてしまうくらいだったんだぜ。海外の記事って妙に大げさだもんね。その後はどうなったの？2018年途中までは FC ケルンに所属していたけれど、満足のいく成績を残すことができないことも多かったぜ。そして2018年の5月からはヴェルダーブレーメンに移籍。ブレーメンでは怪我に悩まされながらもブンデスリーガ通算150試合出場を果たすなど、コンスタントに試合に出場していたんだ。それだけでも十分すごいけどね。しかしチームは2021年に2部降格が決定。トップリーグでのプレーを希望していた大迫は所属先が決まらず、8月に J リーグのヴィッセル神戸の移籍が決まったぜ。そんな経緯があって戻ってきたのね。2022シーズンは怪我やコンディション不良の影響で、離脱することもあったけれど J1 第30節ガンバ大阪戦で、完全復活を宣言。ワールドカップでも期待したい選手が帰ってきたと、我々ファンは涙を流して喜んだよ。スポーツ選手に怪我はつきものだからね。なんとかワールドカップに間に合ったのに残念だよ。これまで日本代表ではどんな活躍をしていたのかしら。2012年のロンドンオリンピックではアジア予選や親善試合でアピールできず、最後には代表に選ばれなかったんだけど、2013年には A 代表に選出され、オーストラリア戦で2得点を記録。これまでの努力も実って、ここからは安定して日本代表に選ばれるようになったぜ。ワールドカップでもメンバーには選ばれたのかしら。初めて選ばれた2014年は2試合に途中出場を果たすもチームは予選敗退。そして2018年のブラジルワールドカップではグループリーグ初戦のコロンビア戦で、決勝点をヘディングで決めたことから再び注目を浴び、全試合に出場を果たしたぜ。大迫選手は常に成長を続けているのね。本人は練習の虫と言えるほどいつも熱心に練習に取り組んでいたからな。高校時代は誰よりも遅くまで居残り練習をしていたし、海外リーグに所属していた時も、残って練習をする姿が捉えられていたよ。そうなんだね。努力に勝る天才はないっていうもんね。ところで大迫選手の一番の武器って何なのかしら。そうだな、あえて一つ挙げるなら持っているところかな。少年時代から現在に至るまで大迫選手はここ一番という大事な試合で、シュートを決める確率がすごく高かった。これは技術だけじゃなく持っている証拠だよ。私たちはその大迫の持っているところについつい期待してしまうのよね。そうだね。さて、今回の大迫選手はどうだった？半端ない男の何が半端ないのかがすごくわかりやすかったわ。この名言を生んでくれた彼にも感謝しないとね。そうだね。今回もご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルを半端ないって紹介してくれる人を随時募集中です。誰が名乗り出ると思ってるんだよ。次は誰なのかしら。次もまだまだワールドカップ特集だよ。恩恵にあやかれるといいわね。うるさい。それじゃあ皆さん、さようなら。